こんにちは、フットボールレディオの松です。今回はですね、 2023-2024 シーズン UEFA チャンピオンズリーグのラウンド8、ファーストレグの試合が全て終了したということで、ファーストレグ全試合の振り返りとセカンドレグに向けた準備に関してお話をしていこうかなと思っておりますので、ぜひ興味のある方は最後まで聞いていただけたらなと思います。では早速行っていきたいなと思います。まずは、マッチ1つ目、アーセナル VS バイエルミュンヘンからです。会場はアーセナルのホームエミレーツスタジアムで行われました。両チームのスタメンを紹介しておきます。アーセナルはミケル・アルテタ監督のもと 4-3-3 の形です。ゴールキーパーラヤ、フォーバック右からベン・ホワイト、サリバ、ガブリエル・マガレンス、キビオル、3センターウーデゴール、ジョルチーニョ、デクラン・ライス、右にサカ、左にマルティネッリ、ワントップハバーツとなってます。対するバイエルミュンヘンはトーマス・トゥヘル監督のもと 4-2-3-1 の形です。ゴールキーパーノイヤー、フォーバック右からキミッヒ、デリフト、エリック・ダイヤー、アルフォンソ・デイビス、ダブルボランチゴレツカ、ライマー、右にサネ、トップ下ムシアラ、左ニャブリ、ワントップハリー・ケインとなっております。そして試合の結果といたしましては、合計スコア2-2のドロー決着となりました。開始12分、ウデゴールの背後のボールに対して、抜け出した中での接触でちょっとボールが交錯してね、アーセナルボールになったところ、内側とタサカが、コントロールシュートで先制点を取り、その後アーセナルのビルドアップのミスのところをついたバイエルンがショートカウンターで、ニャブリが沈め切り同点弾。32分に、レロイ・サネの、推進力のところで、ボックス内で PK があり、ケインが PK を沈めて逆転弾。後半に入り76分、ガブリエル・ジェズスの起点のところからトロサールがしっかりと沈め切り、同点弾という形で試合が終了したというゲームです。試合の内容といたしましては、アーセナルが主導権を握って、バイエルンの、組んでくるブロックをどう攻略していくかという形で、バイエルンはそれをしっかりと耐え抜いてどうカウンターを仕掛けていくかというゲーム内容でしたね。アーセナルの、起用された選手たちの、一人一人のその献身力、ハードワークっていうところ、前からのプレスもそうだし、プレスバックもそうだけれども、感銘を受けましたね。もう本当にすごいなと、気合がすごく入ってるなっていうのも感じるし、アーセナルのクラブのエンブレムのためにもう戦ってるんだぞっていうのを、姿勢で見せつけていたなと。チームがどういったものを目指していて、どういった方向に進もうとしていて、選手たちがそれに迷わずにその方向にしっかりと歩みを進めているんだぞっていうのを、一つ一つのシーンを切り取ったとしても感じ取れる、チーム力だったと思います。結果としては2-2という形で、アーセナルからするとホームだったんで勝ち切りたかったゲームだったと思うんだけれども、セカンドレグに向けて、前向きに迎える、内容だったのかなと思います。バイエルンサイドからすると、チームの状況を、踏まえるとやっぱり劣勢だったし、組織的な質なところもやっぱりちょっと差があったので、難しいゲーム展開になるだろうなっていうのは、事前から分かっていたことだったと思います。実際内容もそうなりましたし、ただトーマス・トゥヘルがしっかりと、自分たちが今できることを前からはめていったりとか、するとプレスバックが緩くなったりとか、動作らしく人が連動できてなかったりとか、結構見受けられる、状況だったんで、それだったら、前からはめるのを捨てて、できるだけ、スペースと、ブロックを組んでいこう、でそれで、できるだけリスク管理をした、サッカーをしていこうっていうのを選択してくれて、それに対して選手たちが頑張ってくれたので、本当はね、ケインの PK を取った時に、勝ち切った状態でね、セカンドレグ迎えたらバイエルンとしては良かったんだけれども、引き分けという結果は、悪くはないと思います。現状のチーム状況を踏まえても悪くないと思う。特にアーセナルホームでバイエルのサポーターの方々がね、入れない状況の中で、もう完全アウェーの中で迎えたゲームだったんで、引き分けは悪くないと思います。ただね、これが、バイエルのスタイルではないですし、バイエルはしっかりとボールつないでね、相手を圧倒するっていうことを目指していくチームだし、それを完成させられていたチームだったので、今回アーセナルにね、その内容を見せつけられましたから、しっかりとまたね、そういったところを目指していけるように、していきたいですし、今季チャンピオンズリーグしかね、タイトル残されてないんで、セカンドレグね、ホームで迎えるアーセナル戦、頑張ってもらえたらなと。そして、両チームが、セカンドレグに向かうにあたって
って、変えなければならないというか、まあ、修正しなければならないポイントっていうことになると、まずアーセナルに関しては人的ミスを抑えるっていうところだと思います。やることは全く変える必要がないと思うので、まあ例えばキビオルのところ、やっぱりあからさまに狙われていたし、もう我々バイエルンサイドからしてもやっぱりキビオルのところは狙いどころだと、まあ、思っていたので、まあ、そこをまず変える、まあ、冨安選手に変えることで多分そこは解決すると思うし、まあ、スタートジンチェンコで行って後半から冨安選手にするとかでもいいと思うし、まあ、そういった人のね、起用っていうところを、まあ、できるだけこう信頼の置けるというか、まあ、キビオルも信頼してるとは思うんだけど、弱点の少ない選手、まあ、起用することで、勝率を上げていくことが求められるのかなと。でバイエルンは、理想を追いかけないことだと思います。まあ、ファーストレグと同様に近いんですけど、もうブロックを組んでスペースを埋める、ホームだからといって攻撃的な思考でいってしまうと、その思考のディティールのところが詰められてなくて今季やられまくってるんで、リーグ戦で、でそこをアーセナルだったらよりついてくるし、そこに質乗っけてくるんで多分やられます。でそういった考えうるミスを徹底的に抑えてリスク管理した中で、アーセナルが一番やられたら嫌であろう選択だから、ケインとか、まあ、サネとか、まあ、ニャブリはちょっと使えるかわからないけれども、まあ、コマンとかね、ムシアラとか、まあ、ミラーとかでもいいですけど、まあ、こういったタレントを使ってうまく、まあ、空いてるスペースのところに動き出して起点作って素早く仕留め切る、こう相手の最終ラインやっぱりね、こう前向きで対処させるとめちゃくちゃ強いし、対陣においてもねすごく強いんだけど、後ろ向きの対応にさせてしまうとやっぱりアーセナルの最終ラインとしてもそこからつなげるのはやっぱり難しかったりするんで、やりづらさを感じさせることができるでしょうし、でそこでやっぱりバイエルンがチャンス作ってくると、アーセナルもやっぱりね、そこやられすぎるとやっぱ人を後ろに置くようになるんで、厚みを加えられなくなって、ブロックを組んだバイエルンを崩せないっていうシーンも、まあ、たくさん出てきてね来るでしょうから、まあそういったね、理想を追い求めるのではなくて、相手の嫌なことを徹底すること、そこがモバイルには求められていることなのかなと。あとはまあ人的なところもそうですね、まあセンターバックもまあデリフトを中心に、まあダイヤを使うのか、キム・ミンジェ組ませるのか、ウパメカノを使うのか、まあ、できればね、コンビは変えない方がいいと思うんで、ダイヤと、ね、デリフトで行った方がいいのかなと、まあ、ここ最近は思ったりはするんですけど、まあ、変えるとしたらね、デリフトプラスキムで行くべきだと思うので、まあ、そういった人的采配のね、まあ、ミスのところも、まあ、バイエルンサイドは、まあ、抑えていかなければならないかなと思います。はい、あとはですね、まあ、両者の日程というところなんですけれども、まずホームのバイエルンは4月の13日、このラジオが投稿されるよりも前にもう行われているので結果はもう出てるかなと思うんですけど、ケルンと、試合を行います。4月の13日ですね。でこのゲームを行った後に4月の18日にアーセナル戦ということなので、中5日あります、まあ、しっかりと準備ができますね、選手たちも、しっかりと疲労を回復させることができますと。ただアーセナルはですね、この後少し空いて4月の15日に、アストンビラと、試合を行います。でこの試合なんですけど、アーセナルもうプレミアリーグの優勝争いも真っ只中なので、アストンビラに敗れられないと。でしかも、まあ、前節敗れてるんですよね、ビラと。なのでメンバーも大きくダウンさせることというか、ローテーション組むこともできないと思うので、バイエルン戦同様にほぼ主力メンバーで来るであろうし、4月の15日から4月の18日ということなので、移動も含めるとちょっと日程的にはアーセナルきついと。なおかつアウェーなんでね、慣れてない芝生でやるっていうことなんで、アーセナルはちょっとね、過密日程かつこう落とせないゲームが絡んでくる中でのバイエルン戦なんで、ちょっとね苦しい試合だと思いますけれども、まあ、総合力は高いんでね、まあ、バイエルンがちょっと日程的に有利なところもありますけれども、まあ、しっかりとしたね、面白いゲームを展開してくれると思います。時間は4月の18日午前4時キックオフとなっており、私生配信する予定なので、お時間がある方はぜひお越しいただければなと思います。では続きまして2つ目のマッチ、レアルマドリード対マンチェスターシティのファーストレグのゲームです。
会場はレアルマドリードのホームサンティアゴベルナベウで行われました。両チームのスタメンご紹介していきます。まずはレアルマドリード、監督はカルロ・アンチェロッティ監督です。形は 4-2-3-1 で、ゴールキーパールニン、フォーバック右からカルバフル、チュアメニ、リュディガー、フェランメンディ、ダブルボランチにカマビンガとトニクロス、右にバルベルデ、トップ下にベリンガム、左にロドリゴ、ワントップビニシウス・ジュニオールとなっております。対するマンチェスターシティはペップ・グアルディオラ監督のもと 4-2-3-1 の形です。ゴールキーパーオルテガ、フォーバック右からアカンジ、ストーンズ、ルベンディアス、グバルディオル、ダブルブランチロドリとコバチッチ、右にベルナルド・シューバ、トップ下にフォーデン、左にグリーディッシュ、ワントップハーランドとなっています。ただしマンチェスターシティに関しては可変式を用いますので3バックなども用います。はい。ではこの試合の、結果なんですけれども、3対3という形で、ドロー決着ということになりました。開始2分にですね、ベルナルド・シューバの、見事なフリーキック、ちょっと距離はあったんですけどね、素晴らしいゴールをベルナルド・シューバが、先制点取りまして、その後12分にですね、レアル・マドリードが、カマビンガのミドル、ルベンディアスにちょっとディフレクトするような形でね、同点打を奪いまして、その後14分かな、ビニシウスとロドリゴで完結する、まさに質というね、カウンターで、逆転レアル・マドリードがしまして、66分にフィル・フォーデンの質のミドル、そして71分にもグバルディオルの質のミドル、79分にも、ビニシウスの、優しいふんわりとしたね、クロスに対してバルベルデが、右足でダイレクトに合わせる、これもまさに質ですよね。もう質質質質質っていう、もうずっと質が続いたゴール。普通だったらね、こんなゴールね、連続で決まんないだろっていう本当にもう笑うしかないよねっていうゴールばっかりで、最高峰の環境で最高質の選手たちがプレーをするからこそ出てくるプレーだったし、ゴールでしたよね。試合の展開的には、予想された通り、シティがある程度ね、ボールを握って、押し込んだ状況で、どう点を取っていくか、どうずらしていくか、どう振っていくかっていう形で、マドリーがそれを耐えつつも主導権握ることも目指しながらも前線で前残りしてる選手たちで仕留め切るみたいな、予想された展開でしたね、内容に関しては。ただマドリーからすると日程的にだいぶ有利だったので、マンチェスターシティという、組織的にもすごく強いチームを相手にする以上、日程的な有利を生かして勝ち切りたかったはずなんですよね。アスレティッククラブとの試合から1週間近く空いてますから、もうこれだけ日程が空くことってなかなかないですからね。となるとやっぱりね、シティの選手たちのこうスーパーゴラッソを褒めざるを得ないところももちろんあるんだけれども、ちょっと痛い引き分けなのかなと。勝ち切った中でセカンドレグのエディハトに向かいたかったのかなと。多分マドリーの選手たちもそうだし、フロントとしてもサポーターの方々としてもできれば1点でもね、有利な状況でセカンドレグ迎えたかったんじゃないかなと思います。対するマンチェスターシティは、組織的なね、総合力の高さっていうのはもう世界屈指で、もうナンバーワンというね、方もいらっしゃると思います。できる攻撃のね、幅とかも、手数もすごく多いチームなので、レアルマドリードが相手だったとしても、バルセロナとかどこが相手だったとしても、自分たちが主導権握れるサッカーができると。でただ、アウェーに乗り込む、しかもサンティアゴ・ベルナベウ、対戦相手はレアルマドリードで、なおかつ日程的にもちょっと不利な中で迎えた中で3対3のドロー決着、これは悪くないのではないかなと。デブライネもね、使えない状況だったりとか、ボランチのコンビに関しても、コバチッチを使ってたりとか、ウォーカーがいなかったりとか、主力をある程度こう温存というか使えない中で、これだけのゲーム、難しいゲームを引き分けにもつれ込ませることができたし、なんだったら一時期ね、逆転して、勝っていたわけですから、悪くない結果なのではないかなと僕は思います。そして、両者が、次のゲームに向かうにあたって、求められる、修正というかね、必要な、ポイントっていうところなんですけど、マドリーに関しては修正云々というか基本的にスタイル絶対変えないので、多分同じようなものをエリハトでもぶつけてくるし、
多分もうロドリゴ、ビニシウスをある程度こう前の後輪にさせる、特にビニシウスは前の後輪にさせるような形で、空いたスペースに対して走り込ませて、そこ起点にボール運んで仕留め切る。多分この展開は変わらないと思うので、多分よりこう、アウェーになると変わらないところだと思うので、そこでビニシウスが仕留め切れるか、もしくは仕留め切れないかっていうところでもう明暗が分かれるんで、もう今更あれこれどうこうみたいなことを言うてね、こういきなりシステマチックなものやってくるとかね、そういったタイプの監督ではないので、言えるとすると、あとはセンターバックのキャラクターどうするか、まあリュディガーは多分ねそのまま使ってくると思うけど、チュアメニのまま行くのか、まあミリトン使えるんだったらミリトン使ってくるのか、あとはカルバハルそっちに持ってくるのかとか、そういう人的な采配のポイントが変わるぐらいだと思うんで、まあ大きな修正っていうのはなかなか言いづらいチームですかね。まあそれがマドリーらしさっていうところではあるんですけどね。はい。でマンチェスターシティの話をするとなると、まあ、今回ファーストレグ、まあ、やり慣れてないスタジアムっていうのもあるんでしょうけど、まあ、単純な、ね、パスミスとか、まあ、パスのズレが結構見受けられましたし、対応においてもちょっとこう後手を踏むね、まあ、ビニシウス・ロドリゴがちょっとまあレベルが高いというのもあるんだけど、そこに対してちょっとこう後手を踏んでたような印象もあったので、そこに対して、人を当てるのか、やっぱり3枚プラス1でビルドアップしてたんで、今日はそこをしっかり2枚にするのかとか、そういった変化と、あとはハーランドにこうリュディガーがこうしっかりとこう見られている状況だと、なかなかやっぱりボールが収まらないというか、ハーランドまあポストできないわけではないんだけど、相手が足出る状況だったりするとこ うまくこうポストしきれなかったりするところがあるんで、そのハーランドをどう使っていくのか、やっぱり彼が低い位置まで降りすぎたりすると、じゃあ背後誰取るんだとかになってくるんで、まあ必要に応じてサイドに流してみるとか、まあそういったことが求められてくるのかなっていうところですかね。こう組織だったねチームであるからこそ、まあ気になるところはね多少出てくると思いますけど、でもそこをねちゃんとこう修正してくれる監督だし、次はホームだし、マンチェスターシティはそこちゃんとアプローチしてくるんじゃないかなと思いますね。はい。そして、まあ、両者の日程ということなんですけども、ゲームは、先ほどのアーセナルバイエルンと同じ日程です。4月の18日の、4時キックオフとなっています。でマドリーなんですけれども、アウェーでマジョルカと4月14日に試合をします。でマンチェスターシティはルートンと、4月の13日に、ホームで試合を行います。日程的にはマンチェスターシティが少し有利です、まあ、移動もないですし、なおかつマンチェスターシティは、プレミアリーグの優勝争いしている真っ只中なので、ルートン戦絶対落とせないでしょうから、まあ、メンバー多少変えてくるかもしれないですけど、まあ、主力はある程度使ってくるでしょうしね。まあ、マドリー戦の後の、まあ、ロドリーのコメントもね、注目を集めましたけど、やっぱちょっと休みたいみたいなねコメントあったんで、そこをね、まあ、どうしていくかっていうのもあるし、ちょっとシティは日程的に少し有利だし、移動も、ね、ないんで有利なんだけど、だからといって、気が抜ける展開ではないし、しっかり休める展開でもない。でマドリーは移動もあるし、日程的にちょっとね、少しきついんだけど、まあ優勝争い的なところで言えば、2位のバルセロナと、まあちょっとずつ勝ち点ね、バルセロナが追い上げてきてはいるんだけど、まだ勝ち点差は開いてるんで、多少まだメンタル的というかね、まあ、心の余裕的なものはあると思うんで、マジョルカ戦ちょっとメンバー落としてくるかもしれないんでね、うまくそこ組めればマドリーとしては万全な状態でシティ戦迎えると思うんでね、日程的な不利はカバーできるかもしれないですね。はい。では続きまして、マッチ3ですね、パリサンジェルマン対バルセロナのゲームになります。会場は、パリサンジェルマンのホーム、パルクでフランスになります。では両クラブの、スタメンをご紹介させていただきます。まずはパリ、監督はルイス・エンリケ、形は 4-3-3 です、ゴールキーパーはドンナルンマ、フォーバック右からマルキーニョス、ルカ・エルナンデス、ベルナルド、ヌーノ・メンデス、スリーセンター、イガイン、ビティーニャ、そしてファビアン・ルイス、右にデンベレ、左にエンバペ、ワントップ、マルコ・アセンシオとなってます。まあゼロトップに近いような起用ですね。で対する、バルセロナはシャビ監督のもと同じく 4-3-3 です。ゴールキーパー手足提言、フォーバック右からクンデ、アラウホ、クバールシ、ジョアン・カンセロ、スリーセンターギュンドアン、セルジロベルト、フレンキー・デヨング、右にヤマル、左にハフィーニャ、ワントップ、ロベルト、レバンドスキとなっております。
では試合結果といたしまして、2対3という形でアウェーのバルセロナが勝利を収めました。先制点は開始37分、中央のレバンドフスキから右のヤマルに展開して、送り込んだアウトサイドのクロス、少しレバンドフスキとね、センターバックの選手の交錯がファーサイドに流れて、ファーにいたハフィーニャがしっかりと沈み切って先制点を取りました。48分、パリ・サンジェルマンが同点弾としてデンベレのゴールが決まります。キリアン・エンバペの深い位置への侵入からのマイナスのクロス、少しそこで合わないんですけども、こぼれ球に対してデンベレが左足で、切り返しの後左足で見事なフィニッシュで同点弾で、50分、右に流れたイガインの起点のところから、ファビアン・ルイス、そしてポケットに入ってきたビティーニャに対してスルーパスを通してビティーニャが沈めて、逆転弾で、62分、交代したペドリからの背後へのボールに、ハフィーニャがダイレクトで合わせて同点。77分、セットプレーで、コーナーキックで途中出場のクリステンセンがヘッドで合わせて逆転という形で、ゲームが終了したと。試合の内容的なところなんですけど、パリがある程度主導権を握るということはですね、両チームの状況を踏まえてもある程度予想はついてたんですけど、パリがですね、起用もそうだし、エンバペがいい意味でも悪い意味でもちょっと影響を出しすぎていたゲームだったなと。そしてバルセロナはそのパリ・サンジェルマンが持っている最大の武器に対して、組織的なものも含めてしっかりと人を当てて対処しながら失点を抑えて、前線の起点力、そして突破力、推進力、背後に対しての駆け引き力っていうのをうまく活かして90分通してやり抜いていたなと。対策がしっかりと構想したバルセロナっていう感じの内容でしたね。はい。そこを踏まえて、両チームのこの結果に対してのイメージっていうことを語らせてもらうと、まずパリは、前節、リーグ戦クレルモン戦なんですけど、1対1でドロー決着で終えてるんですね。でなおかつ、ルイス・エンリケと、キリアン・エンバペの不仲説というか、ちょっとこうお互いでやり合ってるというかね、メディアでもそこちょっとこう取り上げられたりする中で、結果もちょっとね残念な形で終えてしまった中で迎えたバルサ戦だったんで、流れはちょっと良くなかったんですよね。やっぱりピッチ内だけではなくてピッチ外のところでも、そういった不協和音が出ているような状況だとチームって大体うまくいかないので、そこを払拭する上で大きなきっかけにしたい試合だったと思うんですよね。だけど、そのきっかけをつかむことができなかったというか、自分たちでちょっとこう逃した感があるゲームだったんじゃないかなと。先ほどのエンバペのね、いい意味でも悪い意味でも与える影響っていうところで、単純に足元に預けたりとか、そこからの質に関してはもう疑いようがないんですよ。もう今日もすごかったし。ただやっぱり、プレスバックのところとか寄せるところとかやっぱり緩いよねっていうところを、だいぶ見受けられたし、そこサボっちゃうのかっていうところが、エンバペだからこそっていうのも あるのかもしれないけれども、それにしてもちょっとやらなさすぎだろうっていうのが、見受けられて、そこきっかけにやっぱバルサに簡単に運ばれたりしてるし、エンバペがもう自由を与えられすぎていて、もう左に取ったり真ん中に取ったり、もう彼の判断というか感覚でポジション取るんで、ヌーノメンデスとちょっとね被ったような状況になったりとか、左で幅取って受けてほしい時に中居すぎたりとか、であとは単純にやっぱりエンバペが左に流れて、でアセンション降りてくるし流れるし、でデンベレも幅取るしってなった時に、ペナルティーボックスに人がいない、一番点取れるエリアに人がいないっていう状況で攻撃が停滞する、停滞するというかね、攻撃の幅がなくなるというか少なくなるというかね、そういう方の方が正しいかもしれないけれども、バルセロナからすると、怖さはね、一部に集中するわけですから、対応はしやすいですよね。ゴンサロ・ラモスを最後85、6分ぐらいに確か投入してるんですけど、もっと早いタイミングからね、コロムアニとかゴンサロ・ラモス真ん中に使ってもよかったんじゃないかなと僕は思ったし、ザイル・エミルもね、もう少し早めに使っておいてもよかったし、マルキーニョスもスタートから真ん中に置いておいた方がよかったんじゃないかっていうね、状況もあったりとか、ハキミがね使えないっていうのもあったんですけど、ちょっと内容もそうだし結果もそうだし、そうなってもおかしくないよねっていうのを、パリは自分たちで生み出してしまってたのかなと。
そしてバルセロナに関しては、まあ、先ほどもねパリの中で話しましたけど、まあ、どこをね集中的に使って攻撃してくるかで、どこ使ってないかっていうのが分かってるんで、そこに対して人アプローチかけて、まあ、対処してリスクを抑えて、回収したところから相手のね緩いところしっかりついてボール前進したりとか、相手のミスのところしっかりとついて、しっかりと背後狙ったり、左右の攻撃使ったりっていうところで素早く仕留め切る、まあ、3トップがね、まあ、素晴らしい活躍してたと思いますけれども、まあ、最終ラインの人材、まあ、クバルシアラウホ中心に、まあ、うまく守りきった。カンセロに関してもね、普段と比べると低い位置で仕事をすること多かったですけれども、まあ、デンベレに簡単にやらせなかったりもしてましたんで、バルセロナがしっかりと自分たちのタスクを全うしてやるべきことをやって、バルセロナが狙えるパリ・サンジェルマンの弱点ちゃんとついて勝ち取った、勝利なのかなと。内容結果ともに、まあ、納得できる、まあ、試合だったと思います。そして、まあ、両チームの、まあ、修正というかね、次の試合に向けての準備っていうところですけれども、まず、パリ・サンジェルマンに関しては、まあ、先ほども紹介した通り、まあ、エンバペの、まあ、パフォーマンスというか、まあ、やる気というかね、まあ、エンバペがどこまで頑張ってくれるかっていうのが軸ではあるんだけど、まあ、そこ以外に注目を集めるなら、もう最終ラインの人材、マルキーニョスやっぱ真ん中に使うとか、まあ、ザイレミルスタートから使うとか、人的起用のミスを減らして、まあ、人の頑張りをどれだけ、メンタル的なところでやる気にさせられるか、もうそこかなと思います。でバルセロナに関しては、まあ、やることは多分ほぼ変わらないと思うので、パリ・サンジェルマンがやってきたことに対して、人を当てる、まあ、対処していくっていうところが基本はまず軸だと思います。ホームになったからといっていきなり自分たちでボールつないで前進していって崩していくみたいなことを、目指すっていうわけではないと思うので、まあ組んで洗う方、まあ配るし、まあ左はねもしかしたら変わるかもしれないんですけど、まあこの3枚をまず中心にして、まずは相手のストロングを抑えていくやり方を、まあ、継続したらいいと思います。で相手のプレスが緩いなっていう状況であれば、ファーストレグ同様にボールを持つことを選んでいけばいいと思うので、まあ相手の出方を伺いながら必要なところを埋めていく、自分たちのスタイルというよりもそこが優先度として高く設定されれば、安易な失点はしないんじゃないかなと思いますけどね。はい。そして試合の日程ということですけれども、4月の17日の4時キックオフとなってます。パリ・サンジェルマンはその試合に向けて、まあ、リーグ戦があるかということなんですけど、試合はありません。1週間丸々、しっかりと準備した中でバルセロナ戦を迎えるということなので、移動はもちろんあるんですけど、まあ、圧倒的有利だと思います。バルセロナは4月の14日にカディス戦があるので、その試合のあと中3日かなで試合があるので、ちょっと日程的にはきついかなと。で優勝に関しても、今マドリーがね、1位にいますけれども、まだ諦めるには早い勝ち点ですから、まあ、勝ち点落とせない状況で迎えるリーグ戦なので、ちょっとまあねメンバーも落とせないであろうと。まあジョアン・フェリックスとかね、今回パリ戦ファーストレグ後半から出てたんで、カディス戦はスタートから使ってくるとかね、まあ、そういった形でローテーションは組んでくるかもしれないですけど、まあ、落とせないゲームではあるんで、まあ、ちょっとバルセロナはちょっとね、日程もそうだし、まあ、メンタル的なところも疲労度っていうところでもちょっと、アドバンテージを取ることはできないですけど、まあ、ホームっていうね、アドバンテージはあるので、まあ、そこをうまく活かして、パリをどう迎えるかっていうところですかね。はい。では最後の、マッチ4ですね、アトレティコマドリード対、ボルシアドルトムントになります。会場はアトレティコマドリードのホーム、エスタディオシビタスメトロポリターノになります。両チームのスタメンを紹介しておきます。まずはホームのアトレティコマドリード、監督はディエゴ・シメオネ、形は 3-5-2 になります。ゴールキーパーオブラク、3バック右からビツェル・ヒメネス・アスピリ・クエタ、両ウィングバック右にモリーナ、左にリーノ、3センターにマルコス・ジョレンテ、コケ・デパウル、2トップにモラタとグリーズマンとなっています。対するボルシア・ドルトムントはエディン・テルジッチ監督のもと 4-2-3-1 の形です。ゴールキーパーコーベル、4バック右からリーエルソン・フンメルス、ニコ・シュロッターベック、マートセン、ダブルボランチザビツァ・エムレ・ジャン、
右にサンチョ、トップ下にフェリックス・ヌメチャ、左にアデエミ、ワントップ、フィルクルクとなっています。では試合結果といたしまして、合計スコア2対1という形でアトレティコ・マドリードが勝利を収めました。開始4分、ドルトムントのビルドアップのところを、まあ、うまく捕まえまして、マートセンの、まあ、フリックがちょっとね、まあ、安易なミスになってしまいまして、それを回収した、デパウルがですね、そのまま侵入してフィニッシュで先制点を取ります。で32分、ドルトムントのセンターバックのシュロッターベックとフンメルスのですね、まあ、連携ミスというか、まあ、コミュニケーション不足っていうところで、ちょっとミスが出まして、そのボールを回収したモラタからグリズマン、そしてグリズマンが冷静に、ファーニール・リーノに流しまして、リーノがしっかりと冷静に沈めて追加点。その後82分後半ですね、エムレジャンのくさびから、少し交錯があった中で、まあ、ブラントの侵入からのスルーパス、一度は合わないんですけど、まあ、アトレティコ・マドリードのディフェンダー陣がうまく処理できずに、残ったボールに対してハラーが冷静に合わせて、1点を取り返してゲームが終了したといった形でした。試合の内容的にはですね、まあ、アトレティコ・マドリードが、ある程度、まあ、ゲームの主導権を握っていたかなという印象です。まあ、前線から相当強度高くプレスを寄せてましたし、まあ、低い位置でのブロックに関しても相当強固なものを提供してました。まあ、本当に堅いチームだなと。でドルトムントはある程度、まあ、3-2-5 の形に可変するんで、まあ、特にマートセンが加入してからはねこの形採用してるんですけども、この形である程度ボールは保持するんですけれども、まあ、アトレティコのプレスに捕まってしまったりとか、まあ、中央にくさびは刺すし、まあ、幅を取るタレントに対してボールは預けるんですけど、その後のね、まあ、近い距離感の連携とかをうまく作れずに、まあ、停滞した攻撃になってしまってチャンスを生み出せないといった展開がずっと続いていたかなと思います。まあ、後半に入って、まあ、アトレティコのね、ライン間が少し空いたりとかしたり、まあ、あとは運動量がちょっと低下したりっていうところ、まあ、キャラクターがちょっと変わったりっていうところで、まあ、ドルトムントもチャンス作れるようにはなったんですけど、まあ、ホームのアドバンテージ1000円を受けながら、まあ、アトレティコが、まあ、出鼻をくじいて、しっかりと、まあ、仕留め切って勝利をもぎ取ったゲームだったかなと思います。そして、まあ、両チームのですね、まあ、この試合に向かうにあたっての、まあ、状況ということなんですけど、まずホームのアトレティコ・マドリードは、リーグ戦でビジャレアルと、まあ、試合を行ったんですけど、まあ、先ほどのマドリーとかバルセロナと同様で、まあ、ちょっと日程がだいぶ空いてました。1週間近く、空いてたので、まあ、ハードワークも含めた、献身力が、まあ、高かった、まあ、日程がねある程度過密でも、まあ、選手たち頑張るんだけど、まあ、よりこうリフレッシュできた中で迎えた試合だったので、まあ、ほぼ万全の状態に近かったのかなと。対してドルトムントは4月の7日に、シュットガルトと試合があったんですよね。まあ、ブンデスリーガで、チャンピオンズリーグの出場権をかけた戦いが継続してるんで、直接的なライバルとの戦いがあったと。でしかもちょっとそれ敗れてしまったんですよね。ホームでバイエルンと、デアクラシカーにしっかりと勝利をした後に、まあ、その試合に敗れてしまった。そこでね連戦でアトレティコ・マドリード戦に迎えていたらメンタル的にもうちょっと良かったのかもしれないんですけど、まあ、せっかくデアクラシカーで勝ったものを、シュツットガルト戦で、まあ、なくしてしまったというか、まあ、もったいない状況にしてしまって、でそこにまた日程的な振りも乗っかってきて移動も乗っかってきた中でのゲームだったんで、まあ、ちょっと苦しかったのかなと。あとはここ最近可変を用いて 3-2-5 にするんですけど、 3-2-5 にして中に刺すのはいいんですけど、その先がないんですよね。やっぱり幅を取ってるタレントが高い位置にいすぎたりするし、複数の選択肢を持てる中でビルドアップができない。そこを詰められなかった中でアトレティコ・マドリード戦に行ったっていうことも、まあ、今回の敗戦の要因の一つなのかなと思います。なので、まあ、このまま、次の試合に向けての、まあ、準備と修正ということも話していきたいんですけど、アトレティコ・マドリードに関してはもうやること基本的には変わらないと思うし、前からはめることもするし、後ろで撤退守備もすると思うし、そこに人のハードワークがついてくるんで、多分大きく崩れることはないと思います。大きな修正を加える必要もないと思います。選手たちが迷ってしまうとね、大変なことになっちゃうんで、大きなテコ入れは加える必要はないと思いますけれども、まあ、ライン間のところっていうのは、もしドルトムントがそこついてくるような準備をしてきた場合は危うさも出てくると思うんで、まあ、そこかなと。あとは次はねアウェーに乗り込むんで、ジグナルイドナパルクなんで、まあ、ドルトムントね、まあ、黄色い壁っていうね、まあ、あの有名な、ね、サポーターのスタンドがありますけれども、ああいった中でね試合をするっていうのはなかなか
ラリーガでもないと思うんで、そのドルトムントの雰囲気の中でどう自分たちのゲームを作っていけるか、まあシミオネだったらその辺ね、まあうまく作ってきそうな気もするんですけど、まあそこのズレがあったりとか、ドルトムントが早い時間に同点打を奪っちゃったりとかすると、まあ流れが変わってくるかなっていうところですかね。でドルトムントからすると、そのビルドアップの複数の選択肢持つっていうところで、ワイドが高い位置取りすぎないとか、あとはロイスをスタートから使えるかとか、あとはフンメルスの状態がもう万全であるとか、もうそのあたりかなと思います。あとはもう中盤の選手たちに無理につなげないこと、ショートパスつないでアトレティコマドリードのハイプレスいなして前進したい、疑似カウンターみたいなものも提供したいっていう気持ちはわかるんですけど、後ろ向きの状態の選手とか、複数の選択しない中でつけるとか、リスクでしかないので、まあ、そこをこう現実的に選択できるのか、まあ、そこが、必要なポイントというか、そこ修正できたら、まあ、できるだけリスクを抑えたドルトムントらしい攻撃ができるのではないかなと思います。そして、両者の日程ということなんですけれども、ゲームは4月の17日の、4時キックオフなので、パリとバルセロナの試合と同じ時間のキックオフとなります。あ、逆ですね、バルセロナパリですね。でドルトムントアトレティコも同じ時間のキックオフということです。でアトレティコマドリードは、ジローナと4月の13日に試合があります。チャンピオンズリーグの、まあ、主場権を含めて、しっかりとねリーグ戦で安定した順位を勝ち取るために、ジローナ戦絶対に勝ちたいところです。特に、まあ、あの3位っていう順位をね、目指す上では、アトレティコは勝ちたいですね。今はジローナが3位なんでね。でドルトムントは、ボルシアメヘングラドバッハと、ボルシアのね同じ町を拠点にしているチームと、試合を行うと、チャンピオンズリーグの主場権を含めてできるだけ高い順位に行くためにも、落とせないゲームがあると。アトレティコマドリードがその後にまあ移動があって試合なので、ちょっと中日的にはちょっときついんですけど、まあドルトムントね、ファーストレグでは不利な状況というか、日程的にはね不利な状況からスタートしてるんで、まあうまくそのアドバンテージを使えたらドルトムントとしてはいいでしょうし、アトレティコマドリードはその不利な日程のところをね、どうその運動量とかを含めてカバーしきれるかっていうところが、注目ポイントだろうなと思います。はい、ということで、チャンピオンズリーグ、ラウンド8ファーストレグの、まあ、振り返りと、セカンドレグに向けた、まあ、準備を含めたお話を、させていただきましたが、以上となります。非常に、まあ、面白いゲームが今後も続きますし、ファーストレグね、まだ、視聴されていない方いらっしゃれば、ぜひバウアーさんにねご加入されたり、アメーバさんでも見れるのかな、確かお金を払えばね、そういったプランがねできてるみたいなので、まあ、ぜひね興味のある方は見てもらえたらなと。そして、先ほど最初にもねお伝えさせていただいたんですけど、バイエルンとアーセナルのセカンドレグに関しては、生配信させていただく予定となっておりますので、お時間がある方はぜひお越しいただければなと思います。はい、ということで以上です。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、 Twitter、Instagram もやってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。